はいそれでは最後のプレゼンテーションを行うのはチーム名朝日夢めみじの藤田真央さん中里由紀さん松山よしおさん川崎香里さんですタイトルはワントゥーワンワーキング一人一人に合った働き方をよろしくお願い致します 皆さんこんにちはこんにちは,こんにちは。チーム朝日夢みじです、えー、今回提案させていただくのはワン・トゥー・ワン・ワーキングというワークライフバランスの取れた、えー、人生を送ることのできるアイデアになっておりますではまずアイデア創出に至った背景からご説明させていただきます、えー、突然ですが皆さんに質問です皆さんの働く上での条件は何でしょうか おそらくここで聞いてくださっている皆さん一人一人に聞いたとしてもまあ全く異なる回答を得られるのではないかなと思いますえ異なった性格を持ち異なった生活環境に身を置いているのが当たり前ですのでではなぜ同じような枠組みの中で日々働いているのだろうという疑問を持ちましたそこで働き方も人それぞれに合った働き方をしても良いのではないかと考えましたまた 今回のテーマが「新しい働き方」ということで現在の働き方に目を向けますと残業の取り締まりなど働き方改革が進行していたりテレワークを行うことができる会社が増加していたりと問題視されているからこそ改革してて直されいいることだとだ思いますそこでこれからの新しい働き方を提案するにあたり現在の社会が抱えている働く上での問題を探りそれを解決できるようなアイデアが 将来の新ししい働き方を探るる糸口になると考えましたそこで現在の社会が抱える働き方の問題として私たちのチームでは女性の社会進出と日本における男女の役割の意識問題に着目しました、はいえー、こちらのグラフを少し見ていただきたいんですが、えー、就業率の推移を表しています。 男女雇用均等法をはじめとする女性の社会進出推進法におきまして女性の就業者数は近年大幅に増えていっておりますこのグラフからもその、えー、就業者数は年々上昇していてこの近年の女性の就業者数の大幅な上昇というのが分かります えー、次のこのグラフでは、えー、夫と妻の間での家事分担割合を表しています、えー、夫の、えー、家事分担割合というものが非常に少ないというのも、まあまあ、すごいいい少ないなっていう男性の側からからしてちょっとき,、えー、きつい部分もあるんですが、えー、<laughs> 妻の,その、えー、86%、5%という値なんですけれども、えー、この15年経っている中でもたったの3%ほどしか減っていません。えー これは女性の就業率を先ほど見ていただいたんですけれども非常にはるかに少ない値たったの3%というのは少ない値です夫は仕事妻は家庭という意識がありましてこれはちょうど高度経済成長期に根付いたものですこの時はちょうどバブル期と言われるもので妻がそんなに働かなくても夫の稼ぎだけで 食べていけるという状況でもあったとは思いますが、えー、女性が社会進出バイブル崩壊によって女性の社会進出が進んで、えー、社会が変化したにもかかわらず、えー、男性の側の意識というものが全然変わっていない、まあ、近年で全体的に見れば減少傾向ではあるんですけれどもまだたったの4割程度しか、えー、もう残っております、えー、これは先ほどと同じようなものなんですけれども 国際比較になっております日本は一番下のものなんですけれども左側から2番目のオレンジの部分まで,で約4割で諸外国と比べてもやはり大きな差がありますこの次のグラフでは共働き世帯の家事・育児時間を表しています夫妻ともにフルタイムで働いていたとしてもたったの52分週で52分ですね 夫がしか働いていないといてなとう状況です以上より女性の社会進出就業率の上昇に見合うように、まあ、男性の側も意識を変えていかなければなりませんそしてアイデアの背景なんですけれども働き方は多様であるべきであるとで男女の役割意識を変えていくべきであるというふうに考えますここで私たちのチームが提案するアイデアがこちら。 ワン・ツー・ワン・ワーキング、一人一人に合った働き方をといったアイデアです。でこちら、内容を説明させていただきますと、えー、左のようなタグというものと、申請書であったり、証明書を申請、そして企業から受理されることで、このタグには機能というものがつ,ついておりまして、この機能が各々活用できるようになると。 でこのタグですがその金銭的であったり時間的な補助機能がついておりましてこれらを活用していくことで生活しやすい環境を整えていくことができますここで一つ活用例を挙げさせていただきますえっと共働きの夫婦がまあ子供を作るか悩んでいるとでもその上で社会復帰であったりいろいろ両立できるかっていうものに悩んでいるそこでですねこのワントゥワンワーキングを使ってタグを付与していく。 でここでまあ家事・育児に関するタグなどには夫婦それぞれ月3回などその男性を意識した文言というものを付帯させることで男女で均等な活用というものを促していければいいかなと思っております。そしててこれらののタグによってまあ家事と育児の 料理を夫婦で負担することで仕事と育児を夫婦協力して両立していくといったような環境が整えられると考えておりますそしてこのワントゥーワンワーキングの効果といたしましては一人一人が生活しやすく働きやすい環境が整えられることでワークライフバランスの向上そしてまあ離職率の低下なども見込めると思うのでその企業にとってもメリットがあるのではないかと考えております でまたタグの機能から社会全体の男女における家事・育児に対するイメージ改善やイメージ改革を行いそこからまあえっと分担男女でできることでまあ少子化改善などにも役立っていけるのではないかなと考えております。私たたち日々生生活活する中ででで悩みああったり不安というものは人それぞれぞ環境が 全く同じであるといったことは本当にありえないと思いますそれぞれの生活に合った働き方そして家事育児における意識の改革をこのワントーワンワーキングで実現することでまあ、日本であったりそれぞれ一人一人の生活をより豊かにしていけるのではないかなと考えております参考文献がこちらになっております以上で発表終わりますご清聴ありがとうございました はい、どうもありがとうございました。それでは審査員の皆様、質問コメントなどよろしくお願いいたします。はじめに岡議員の代理の小浜様え、よろしくお願いいたします、はい。はい、発表ありがとうございました。とても参考になりました。はい、あと,えとあの実際の仕事をしててもあの利用可能なデータを作るっていうのはすごい大変なことで。 あのその点タグをつけてこうみんなで共有しましょうっていう発想につきましてとてもあのあのその視点があったっていうのがとてもよかったなというふうに思いましたえ実際のこう社会の現場だといろいろなこうね人事の規制とかあってえ難しいかとは思う場所もあるんですけれどもあのまあ例えばですね雇用 社側の視点、例えばこのタグをつけることによってなんで雇用増加につながるかとか人が辞めないかとかというところのデータで見せていくと厚みが出てくるというか説得力が出てくるのかなというふうに思いました。 質問なんですけれども、このアイデアタグというアイデアを導き出すのにどういうような？こうかい会,会話っていうかを何て言うんですかね？みんなで話し合ったと思うんですけれども、どんなようどど,ど,どんなような話の中でこれを出してきましたか？えっとこのタグがまず出てきたのが、その最近 sns というものが流行っているとで、その sns。 というのがすごく分かりやすくて結構皆さん若者であったりがえっと活用しているものでこの分かりやすいものをこの社会のちょっと複雑であったり今結構保険であったりその国の制度っていうのはややこしくてどうすればいいのか分からないっていうのがまあ,あったのでそういったタグっていう触れやすいもので分かりやすくすることでこういった仕事の改革もこう接しやすい分かりやすいものができればなと思ってタグを活用いたしました。 ありがとうございます。ありがとうございました。それではお席にお戻りください。学生の部の皆さんありがとうございました。えー、皆様発表者の方々に、えー、今一度盛大な拍手をお願いいたします。